またやりましょうよ、戦争を。格闘家は格闘技が仕事だから、僕はもう二十歳の時にこれで絶対に名刺を食って決めてましたからね。人生を変えようと思ってこの舞台に上がってきてるんで、そのチャンスを僕が拾ってあげたいなっていう。格闘界の次世代スターを生み出すべく誕生した格闘リアリティ番組、格闘代理戦争。格闘界のレジェンドたちにより推薦された原石たちが激闘を繰り広げ、これまで数々の伝説と新たなスターを生み出してきた。今回行われる格闘代理戦争ザ・マックスは総合格闘技での戦い。優勝賞金300万円をかけ死闘を繰り広げる。そして前回、秋山義弘と青木真也が監督オファーを快諾。3人目の監督候補は、おはようございます。美しきドブネズミ平本蓮。ヤーマンとの因縁対決で世間を賑わせたのが記憶に新しい現役トップファイター。オファーを一緒に来たんですけど、はい、はい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 、あの格闘代理戦争。お、格闘代理戦争ですか。はい、ぜひとも。ずっと出たかったんですよ僕、格闘代理戦争。はい、ちょうどK-1 抜けて暇だった時期が、こう代理戦争盛んにこう K-1 勢がこうやってたんで、そっか、 K-1 抜けた俺からしたらすげえ面白いことやってんなっていう目で格闘代理戦争見てたんですよ。でいつか自分もこれに携わりたいなって本当思ってたんで。思ってたんです。出てくれる感じですか。いや、もちろんです、もちろんです。ちなみにここは、ここファイトクラブですね。はい、あのいつも練習してる、あのタツキがバーをやってるジムです。トライフォース赤坂に比べたらめっちゃ汚いですね。間違いない、間違いない。まあこれが逆にリアルかなみたいなね。渋谷のファイトクラブ、はい、渋谷のゲットです、これが。はい、今回初監督となる平本だが、現在参戦を決めている2人については、両極端の2人ですもんね。でもね、もうなんか全く違う2人だから。青木さんは組み技中心の選手、誰か連れて、まあ、強い選手連れてくるのかなっていう。秋山さんはマジでどっから連れてきたっていうヤバい韓国人。前回もなんかお前どこから来たみたいな、あのすげえ強いの急に来て、ストーリーもクソも優勝した。秋山さんちょっと警戒っすね。一番警戒です、どこから連れてきたみたいな。僕はあんま監督っていうよりかは、まあその一緒に選手となんか一緒に戦うみたいな感じで今回臨めたらいいかなみたいな感じはあるですね。あんまり監督っていう立場でもないんで。ちなみにいい選手とかいるんですか。いや、いるんですよ。空手出身で、打撃が良くて、まあ本当僕らのジムにぴったりな選手がいるんで、ちょっと今日紹介しようと思って呼んでるんで。いるんですか。はい、呼びます。すでに出場選手は決まっているという。一体どんな選手なのか。同期会と、TFLIP 東京所属の崎坂淳之介と、申します。よろしくお願いします。この男、大塚隆文が認めた同期会の秘密兵器、崎坂淳之介。スパーリング一緒ですけど強いですよ。やっぱり脚身の蹴りと、あのステップが転ばじゃなくて遠い距離からの打撃がすげえうまいんで、結構総合にめちゃくちゃアジャストを多分どんどんもっとしていくと思うんで、期待大です。
今回見せられるのはここまで。平本推薦の咲坂、一体どこまで成長することができるのか。あ、痛い痛い痛い。あのレジェンドたちにタッグでオファー。最強すぎません？最強すぎると思う。最強すぎません？いいんですか、逆に受けていただけますか。もちろん優勝する姿しかない、なんか想像できないですね。できない。やってやりましょう。よし、やりましょう、やりましょう。バッチリいきます。この最強タッグの正体は近日公開。その他のレジェンドファイターも続々と参戦が決定。今後も格闘代理戦争から目が離せねえ。そして一般募集している人枠は応募殺到につき2月19日月曜正午で締め切りに。このまたとないチャンスの参加条件はフェザー級、25歳前後でプロ5戦以内、総合ルールに対応できるもの。そして監督と選手ペアでの応募が必須。我こそはという全国の猛者たちよ、このスーパードリームをつかみ取れ。果たして優勝賞金300万円を手にするのは。